Hi, it's Lily. 皆さん、こんにちは。How are you today? So, ちょっと急なんですけど、今、お世話になっている農家さんの方から、ちょっと連絡があって、彼の知り合いが鹿を取ったって言ってて、以前から狩猟免許とかそういうのにとても興味があって、私も今後、鹿取ったりとかしたいっていう思いがあるんですが、あんまり情報は聞いてないんですけど、I did hear that the deer is in the river waiting to be butchered.で、なんか欲しいなら持ってけみたいな感じで連絡が来たらしいです。But I have zero experience and the hunter isn't there and the farmer can't make it. もう一人今農場の方で研修みたいなのに来てる子がいて、二人か三人でちょっと鹿を解体してくるかもしれない。よくわかんないです。I don't really know what's going on.何もないし、包丁も家の包丁しかないし、なんかもうちょっとさっきの話かと思ってたけど、いきなりこういう機会があったんで、せっかくなので行こうと思って。Let's とりあえず go see what's the situation。行きましょう。Okay, so we're here. The farmer won't be able to make it, and the person who, the hunter won't be able to make it. So they just said, cut it up and take the meat you want. ちょっと待って、もう一回説明見ましょう。包丁持ってってね、牧場の横の川に使っているみたい。多分使ってるって水に。この川だよね。It's just us girls and we have no experience whatsoever. あ、おった。しかも2頭。Oh my goodness. これレベル高いね。レベル高い。This is a first for me. I know, I mean me too. こういうのがね、将来やりたいんだけど、今、このタイミングで。しかも誰も知らない。そう、誰も知らない。ちょっと見てくるよ、私が。So Lily's gonna be the brave one for us.すごい。超リアルだね。おまえ。固まってるね。So brave. Oh my god. しかも血抜きしてないかも。わあ。あ、してるか。胸は刺されてる。So sad! Oh, so sad. Oh, yeah. You don't have to do it. Yeah, yeah. I'll do it. Yeah, no. Let's go. Let's do this. Okay, let's just do one. Yeah, okay. Let's go get stuff and try to think of a plan. こうやってね、ゼロからスタートするのが一番いい学び方だけど、もうなんかこう、I don't wanna mess up? 失敗したくないしさ、せっかくの命だし。そうだね。So what's your first impression of this? Way more real than I expected. 誰かサポーターいないのかな、うん、サポーターがいないのかな、ね、さばいたことのあるサポーター。ね、誰かいないか、男性欲しいよね、こういう時。欲しい、男性。結構男性の移住者が多いのになぜ今日いないっていう。ガールズだ。お腹から切るの？ここからこう。上、Oh my goodness. You have to be really careful with the cut so you don't get into any like bad intestines, because then it gets stinky. It gets stinky and it's like, it can get like infected and stuff. Okay, maybe one person, 触らない人で指示出してくれる人が欲しいね。それ、さんやる？二人できる？ Do you want to touch? I don't care.You don't care? You want to help me then? And she'll tell us what to do? Let's try this out. Let's go. まず最初に何やるべきかをちょっと教えてじゃ。OK. All the way up? 胸ここまで。この命に感謝です。そうですね。OK. 正しいマインドにならなきゃ。OK. ちょっと細いのでいこう。I guess we'll see. I'm gonna do this. Do y'all? Yes. Okay.
結構意外と急い。今スッと風が出た。風。Oh my goodness! Did I like maybe I cut into the intestines by accident?Oh, that's a lifesaver. Okay, we're sort of there. Guts だけ取りました。もうちょっと上でもらえる。で、何？丸？丸ってこう、切れた。で、上？そしたらこう、膝の方から、そっちからこう。上か、OK。We're still working on the meat. We did, or we cut the wrists and skinned it all the way to the neck. Apparently the locals here just get the back meat, the meat that's on the back, and then the rest they'll either give it to dogs or just throw it away. So ちょっと I want to make sure that we don't waste it as much as possible, but we're just going to do what we can do the best we can. 初めてだからね。まあ全部勉強です。I feel like a horrible person. Oh, できたね。ごめんね。ごめんね。で、これ袋に入れようか。はい。もう一日。すごいね。想像以上だった。まだ終わってないけど。ちょっとね、これね、私もね、こうなると思ってなかった。これかわいそう。ねえ。To the farm and got buckets so it wouldn't get everywhere. I'm sorry, I need it. Okay. 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 Okay.切っていくってことですね。そうですね。大丈夫ですか？疲れた。私は精神的に体力はそんなに使ってないけど、なんかマインド、うん、やっぱなんかこう切りながら、あ、こういうことかお肉はみたいな。うん。エネルギーたくさん使ったね、うん。まさかこの町に来たら。この方も10日間だけ同じ農業でね、ちょっとお勉強してる新しいお友達なんですけど、まさか3日目でこんなこと。素人3人で、初めての3人で。本当ワイルドだな。超貴重な経験。あ、すごい。肉の匂いがするね。そう、手がずっとさっきから。あんまりもうね、鼻からね、息を吸わないようにしてる。だからさ、そこで臭いっていうのも失礼だし、なんか、うーとかさ、言うのもいけんけさ、そうだね、もう我慢、うんうん、ありがとうって思いながら、いやー、ね、ずっとやりたいって言ってたことだから、責任持って、うん、でももう一頭どうなるんだろう、そのまま捨てるかね、分からんけど、やっぱ多分畑に多すぎるらしいよね、このエリア、鹿は。そうなんだ。だからそこでみんなもうね、罠にかけちゃって、あれしちゃうんだよね。バランス取るためかな。まあでもそれもそれで、人間がやっていいことなのか、と思いますけど。まあ、とりあえず、今日はあんまりそこは考えないようにしとこ、うん、考えることがいっぱいあるから。ここに下ろせばいいかな？はい。OK。ありがとう。
じゃあ、モニカ一人で頑張ります。頑張ってください。まあ、本当に一番難しいところはみんなにね、手伝ってもらったから、うん、あとはできる気がする。 OK、頑張ってください。ありがとう、うん、でちゃんと綺麗にしとくけ、みんなで食べよう、また、うん、そうだね、ありがとう、はい、めっちゃありがとう、誘ってくれてありがとう。ごめん、いろいろ。 OK、またね、また後でね。 OK、Now I'm alone。 一番難しいところ終わったからできると思う。ちょっと自分にもびっくり、ここまでいけたのも自分でもびっくり。なんかね、自分の中にないと思ってたパワーがあったね、今日。本当貴重な経験だし、命、食べ物、お肉の向き合い方、考え方が変わる、もう今日からずっと。早くやらないと雨が降る、午後。ちょっとやります、やります。 Let's do this, let's do this。やりましょう。頑張ります。また、で今ホースがこれ、この長さしかないよ。あ、じゃあ、見えないところがいいと思います。ちょっとグロテスクなんで。足とかまで全部解体したの。あんたそういうことも今までもやってた。やったことないの。しかも3人ともさ、初めてで、でそれをじゃあやるよっつってやって、やったよ全部。たくましい。うん、すいませんね。いや、全然構わない。なんか、うん、お二人に連絡してみようと思って。うん、それがいいよ。水が出るかなと思って。電話から離れてる。そっちからのがいいかな。ちょっと待ってね。はいはい、そっちから。はい。ああ、ずっしり、ずっしり。もうね、これ片方の足なんでかなりの量ですね、今パッと見。素晴らしい。これスープにしたらいいね。これで、あ、いった、すごい。 OK、 これはスープ。 They very kindly let me move to a place where I won't get rained on because it is starting to rain。 そう、場所移動しました。Majorly messed up。 ちょっとね、匂いがするのね。 And I think it's the intestines。 Maybe that smell got on the meat。 なんかね、今匂ったらちょっと残ってたんよ、腸みたいなのが。それかな。全部臭いのか。 And I know that my brother has told me that the meat absorbs smell。 So like you can't even smoke aroundraw meat or else it will get the taste。 マジでどうしよう。まあ、I think the farmer's gonna come, so I'll ask him when he comes。 Hope I didn't ruin the whole deer。 全部勉強だよね。いや、なんか失敗しちゃったかなと思って途中ですげえ臭くなっちゃって、胃袋とか破るとくっさいと思う。 Dang it！ なるほどね、一番いい背中のところとか臭くなっちゃったかも。いいところもあると思う、足とか。わからん。もうちょっと来てくれるって。この匂いダメだよね。ちょっとさ、匂ってください。蜂に注意、蜂もご飯いただいてます。ミスっちゃった。え、でも綺麗にカットできてる。そんな悪くない。この下、もうここはいじりたくない。もうね、この下ら辺が臭くて、あれが残ってたら全部外さないといけなかった。膀胱はもう絶対ダメだね。ひどくない。うん、ひどくない。じゃあ、ちゃんと味、あれすればいいってことね。あー、お世話になります。本当にお世話になります。もうね、ずっと水使ってるし、すごい、すごいよね、食べに来てる。もうね、が最初嫌やったけど、もうね、どうぞって感じ。どうぞ、どうぞ。必ず食べてくれる。ブチ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 って食べる。そうそう、一緒に食べようじゃん。ぜひ一緒に撮ったし。そう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 、よかった、もう一個やってくれて。オッケー。あ、それはいいです。もう皆さん食べて、それ。いや、自分で解体したやつ。これ食べきれないからさ。素晴らしい、すげえ。
やっぱ臭くないんだよ。うちのスピードが違う。スピードが違う。解体してからのスピードが。解体のスピードも早い。朝から始めたから。いやだって俺背中だけだもん。ごめんなさい。じゃあいろいろまとめて、うん、あのどうにかして。じゃあ俺もさ今晩さ食べに行っていい？あ、みんなで作ろうじゃあ。ぜひ。いろいろ野菜とかあるから。そうなんですよ。っていうことです。早くして、ハチさん。もうこれ移動させたいから。早くして。あ、丸めたね。すごい。ハチさんにとっては臭くないのね。行ってらっしゃい。飛んでらっしゃい。片付けしましょう。So I'm back. ただいまです。朝9時過ぎから今何？7時かなまでいろいろやってました。昼も食べてない。でもなんかちゃんとやりたくてね。とりあえず帰ってきて今からシャワー浴びたりとかこの服洗濯機にぶっ込んだりとかしてみんなが多分1時間後に集まるので、ね、そのタイミングで鹿肉の料理をします。何も考えずにね肉を毎日食べてる私。今日は人生を変えた一日でしたね。もうこれから食べる肉は自分で解体する肉だけにしたいってずっと言ってたし、それを実際にねスタートする日にしたいです。 OK、 シャワー浴びてきます。バーベルソースレシピどうやって作るんですか。ちょっとわかんないけど俺キノコと、うん、出たキノコ買ってきたの。シカロースの。あ、買ってきたの？うん。ありがとう、うん。はい、こちらを使います。ありがとう、意識してくれて。最近なんか、ね、動画ね、もうね。テレビ慣れ、ね、テレビ慣れしてきた。でもさ、すごいよね。すぐ願い叶ったね。早すぎる。でもね、すぐじゃないのよ。5、6年前から自分の肉は自分でっていうのは言ってるから。うん、うん、はいはいはい。案外なんかさ、そう言っててさ、早い段階でさ、来たなと俺は思ったけどね。とりあえず塩は間違いないね、うん、じゃあ私がこうやるけ、うん、あ、いいね、じゃあ塩とさ、ブラックペッパーで行こう。匂い、カロペッパー、ペッパーペッパーペッパーいい、うん、その辺うまそうだね、もうこれだけでうまそうよ。じゃちょっとこれをラップしましょう。はい、わかりました。はい、ラップ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 、誰かラップできる人いない？テンションがおかしい。英語できる？出る理由は何ですか？罠で取るといっぱい暴れるでしょ。アドレナリンいっぱい出るでしょ。筋肉がこう柔らかくなるっていうか、アクが出る、悪いのが出る。マジか。だから黒い。あ、本当だ。え、じゃこれは普通に出るってたらここまで黒くなってないはずだ。ないないない。あ、じゃあちょっと味見しよう。どう？はい、はい、柔らかい。おお、美味しい。やっぱりね、ちょっとね、スパイスいるわ。オッケー。オッケー。いただきます。いただきます。感謝します。山の命に。お疲れ様です、皆さん。うん、本当に、本当にお二人。Thanks for helping out so much. やわらかい。ゴール入ったみたい。ゴール、ゴール。今、ワールドカップ見てるの。すごい。おいしい。うん。Amazing。おいしい。ナイスクッキング。Thank you。おいしい。You're welcome。Hi! 未来のリリーです。It's Lily of the future. ちょうど今編集してて、ちょっとだけ
付け足したいなと思って今動画撮ってます。It's been a couple days since I butchered the deer. 解体してから数日経ちました。で、なんか、解体した日は結構いろんな思いがあって。So the day that I butchered and I filmed the video, I wasn't able to really put my thoughts into words and I didn't really know how I felt about the whole situation. But it's been a couple days now, so I have more of a clear idea of how I feel and what I want to do in the future with butchering. First off,I definitely want to continue doing it. I'm honestly a little surprised. One of the main reasons is, in this town, they either will shoot the deer or they will, catch the deer with a trap. And when they catch the deer with a leg trap, they will finish it off with a bat. That's very common in this area. And when I heard about that, obviously it made me sick to my stomach, it made me really upset.But it also made me realize, like, I really want to make sure that at least those bodies don't get thrown away. They went through all that suffering, and then they're just thrown away. Through the process of butchering my first deer, I really kind of realized I want to really care for the ones that have passed. If possible, I want to figure out a way to introduce a more humane way. In Japan, it's a little bit difficult.Because the laws are much more strict and it's very limited to what you can do. But it was something that really stuck with me. I'm sure there's vegetarians and vegans out there that can't believe that I want to eat meat. The reality is I can't do anything about the animals that are going to be, you know, caught. But I can either help change the way that they are caught, maybe, or make sure that the meat is, you know,feeding people. This is something that I think I'm going to get really passionate about. I feel very strongly about this whole situation. 本当にね、大事にしていきたいって思いました。結構ちゃんとやりたいですね。But yeah, also one more thing. There's a lot of things I do during the week that I can't make a full video out of, but I can film like parts of it. And along with my behind the scenes andthings like that, I want to start adding those little pieces of, you know, my week so that you guys can have more of a full picture of what I'm up to all the time. そういうのをどんどんね、皆さんにも見せていきたいです。もっとリリーのライフについて知りたい人は、後半までよかったら見てみてください。ということで、リリーの田舎日記どうぞ。すごい綺麗。これで気持ちよく作業を進められる。なんかやる気が出てくるね。これをキープできるかどうかは心配ですけど。本当ちゃんと元の場所に戻しましょう、うん。リリーのお片付けコーナー、お片付けコーナーでした。もう噛んだ。もう疲れすぎて噛みました。これをこの回はめちゃくちゃ疲れるね。うん。てか全部中身見たし。素晴らしい。素晴らしい。パーフェクト。最後にこれだけね、まだやらないけど、最後にこれをね、どっかにね、かっこよくね、飾ります。イエイ。Thank you for watching all the way to the end of the video. ここまで見てくださりありがとうございます。いつも最後まで見てくださる皆様、心から感謝してます。Thank you so much for all your support. では次回の動画でお会いしましょう。I'll see you in the next video. Thank you so much. Have a wonderful day. Goodbye.